いっぱいいっぱい楽しまなきゃだよね。だってこれが最後かもしれないし。最高じゃん。さて皆さん、参加するからには目指すはうんっていうことはそんなものはいりません。辞退します。私たちは純粋に競技を楽しむために参加するのです。もう真面目なんだから。まあいいじゃない、 PBS は楽しめるんだから。しかしこの PBS には今までの修行や経験があまり通用します。やっぱそうだよね。じゃなきゃ次の予選に優勝を狙うとなるとわしは少々不安です。狙いを中心に捉え引き金を絞るように引く。絞るといえば乳じゃない。他に絞るものなんて思い。なるほど、乳を絞るように引き。みのり、牛さんのお乳絞ったことない。私もです。どこかその辺に牛さんはいませんでしょうか。正確に感覚。牛はいないが父ならあるな。それはもしかして。みのりは夜桜ちゃん賛成。なんか夜桜ちんってにゃ。ダメです、わしの父は絞らせません。だいたい乳牛感とはなんじゃ。だが勝つためには。ならみんな自分のを絞ればいいじゃろう。それで感覚をつかんで。じゃあそれぞれ自分の。わかりました。もみもみむにぷにぷに。ふかふかって、こんなので感覚がつかめるのですか。任せても大丈夫ですか。自分ではよくわかりませんが、一回戦の時よりも確実に腕が上がった気はするぞ。そうですか。
だとしたら絞った甲斐がありました。でもさ、おっぱい出なかったね。当たり前だよ、みのりち。おっぱいはお母さんにならないと出ないんだから。そっか、みのり出したかったんだけどな。せい、もっと巻きで。父を縛る。少し恥ずかしい経験でしたが、勝てたのでよかったです。絞った甲斐があったね。そうですね。ですがあまり大声で。はっはっは。さすがは決戦女学館の少女たちだね。素晴らしいチームワークだ。へへ。でしょでしょ。あたしらってすごいんだから。勝利のために己の乳を絞るとは、その貪欲さ、賞賛に値しますわ。ちょっと。あれを見ていたのですか？ええ、もちろんです。あなたたちの勇姿はこの目に焼き付けました。ミスター K も焼き付けたかったんだけどね。見ようとしたらミス R に殴られちゃったよ。当たり前です。どうしても乳搾りが見たいのなら私が見せてあげます。それで我慢してください。ええ、あ、私は何を言っているのでした。まあそれはそれとして、ユウたちならきっと優勝争いに加われるわ。そうですね、私たちの計画のためにも。計画？おっと、今のは聞かなかったことにしてくれ。ユウたちは無心に父をし、というわけでグッバイ。何だったのだ、あの二人は。わかりませんが、何か一波乱。でもさ、何があってもノープロッショ。みんなとっても強いんだから、どんな問題でも乗り越えていけるって。ええ、そうですね。うん。だからシキさん、今の言葉は。なんでもない、なんでもないから。そろそろ次の試合の準備しなきゃだよ。ほらほら、急。シキさん、どうしたのでしょうか。喜ばしい限りの評価じゃ。